ふわっと。はい、こんにちは、萌えです。村雨のですね、光をクリアしたんで、その動画を今録画したやつに一応僕が喋りを入れて撮影してるような感じなんですが、そんな感じで今回はお送りします。一応クリアできて、ゲットすることができました。一応ラック極みを目、ラック曲ですね、運曲目指して頑張ります。村雨に関しては相当使えると思います。スルトですね、今回スルトが相当使えます。妖精キラー L と、あとですね、あの重力バリアなので、まあ、今見てもらうと分かるんですけど、ポンと今2発当たっただけで10万以上ダメージが出てます。なので あのアタッカーですね、アタッカーとして相当この村雨の光においては使えます。普通の闇の究極でもスルトは相当使えるので、ぜひ皆さん育てて使ってみてください。かなり強いです。あとはもう光属性においてはですね、もうお決まりの西郷さんです。もう西郷はもう対光において無敵ですね。でそのスルトと西郷をパーって動かしたいからスピードアップのウリエルを入れております。でフレンドのイザナミですね、フレンドイザナミですけど、イザナミじゃなくてもいいかなって思いますね。なんか最後かスルトがいれば、どっちか入れてくればいいかなって思います。はい、それではザコの面はですね、ちょっと2倍速でお送りします。まあ、早送りじゃないですけどね。ここから2倍速で送ります。基本的に攻め方にあまりなんかコツだとかっていうのはまだしっかりとつかめてないです。ただしっかりハートをキープすることと、雑魚、とにかく雑魚を優先っていう形でやっていたら、一応このパーティーで2回連続クリアすることができました。もうハートキープ雑魚ですね。もうなんかクエストが手に入るのがかなり希少ですっていう風に歌われてるから、もう1回行くのに絶対負けたくないっていう、もうそのプレッシャーがなんかすごくて無駄に緊張して初見なんともできなかったです。もうみっともない試合をして負けてしまいました。で2回目はいいところまで行ったんですけど負けてしまい、3回目でクリアした感じですね。で3回目4回目は、両方クリアしました。毒ワープ、ダメージウォール、重力バリア、全てのギミックが出てきます。ですが、一番重要なのは重力バリアで動けることですね。それが一番重要です。まあ、パッパが行きます。2倍速でボスの面まで流してきます。ここはですね、今 HP がちょっと厳しくなってきたので、ハートが出るまでちょっとなんとか頑張ろうっていう感じですね。でハートが出るまで待機していたら、なんと金ハートが出たっていう、ラッキー。お、なんで固まる。おとにかく HP を気をつけて戦ってください。一応ここは右上のロボが辛いんで倒しに行きますと思ったんですけど、最後で一発でパンって倒しちゃうっていう、
はい、ボス戦です。こっから1倍速です。ふわっ、こっからめちゃめちゃ考えますね。ほんと、とりあえずもう一発目でウリエル撃っちゃいます。ウリエルを撃ってハートを育てて回復するっていう作戦ですね。もう一発です。 HP 満タンなのでもう200万近くボーンってダメージ与えて、一発で1ゲージ吹っ飛ばしました。でこっからハートを育てつつ、雑魚を消していく感じですね。多少食らってもハートを育てることを意識してやっていきます。配置だとかそういうのはですね、まだ全然この時把握してないんで、全く意識してないです。とにかくハートを育てて戦うっていう。まあ取っちゃうんですよね。まあ取って2個出たので、ここで攻撃して次の面に進みます。まあ、こんだけ HP 回復してれば全然余裕かなと思ったんで、はい、一面クリアです。で次もイザナミのストライクショット打ちます。イザナミのストライクショット1個でここはクリアする感じですね。で最後の面で、最後を打つ予定でした。まあこれちょっと覚えててください。もう200万ダメージ食らえば、 HP が1ステージ目だいぶ低いので、ドーンって食らわす、まあメテオ系でもいいんですけど、ドーンって食らわすやつがあれば、ダメージが持ち越します。かなり HP はかなり低いです。1ステージ目は100万ぐらいしかないんじゃないですかね。で2面が200万ぐらいですかね、この様子からすると。はい、最後面です。最後面の、戦うコツなんですけど、真ん中のシールドあるじゃないですか。あれが、5枚かな、シールドが5枚こうやって重なってるんですけど、これがですね、この動画ではないんですけど、なんとシールドが重なってる時にイザナミでメテオを当てるとシールドが全部ぶっ壊れます。イザナミのメテオで一発で全部5枚とも壊れます。なのでイザナミのメテオはここまで取っといて、このシールドを壊しに行ってもありかなって思います。シールドを壊さないと非常に戦いにくく、えらくですね、このシールドに邪魔されて攻撃がちゃんとできないっていう状況になります。なので今この状態ですね、今イザナミにバン回ってきてるんですけど、ここでストライクショットがあればシールドにポンって当てれば全部壊れて戦いやすくなります。そうすると、もうほんと村雨のこれがですね、もうすっぱだか状態になるんで、もうかなり自由に戦えます。そんなに攻撃力自体は高い、ボスではないので、まあ雷とかは確実に減らされますけど、こうですね、こうなってしまうともう最後が何もできないっていう状況になってしまったんですよね。なのでさっき最後のストライクショットを打つはずでしたっていうふうに言ったのはこういうことですね。もう完全に打てなくなっちゃったんで、上でスルトとイザナミで戦うしかなくなっちゃったんですよね。でハートはキープしたいんで、こういうような選択になりました。でスルトは下手にストライクショットを打つよりも普通に攻撃した方が強いので、ストライクショットを打てないんですよね。こうですね、これで何もできないです。なので、まあ、上で戦うっていう作戦もあります。それかメテオで、シールドをぶっ壊すという作戦もありますね。でこの1列から今度は村雨に張り付きます。まあ、こうなってくるとシールドの間に入り込みやすいので、
あの結構ダメージを与える時があります。見ててください、このスルトで、スルトで間に挟まってダンって食らわすんですね。比較的シールドが4枚こう四方にあるんで非常に挟まりやすいんで、そこで大ダメージが生まれる可能性があります。はい、こんな感じです。攻撃パターンとかはまだ全然把握してないのでご説明できませんでした。一応クリア参考動画としてご視聴していただければ幸いです。そしてノーコンティニューで1個落ちました。